はい、じゃあよろしくお願いします。今回は2018年10月後半の時事問題やっていきましょう。で、ニュースが5つで穴埋め7個ありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、知らないニュースなんかがあれば、今からね、軽く説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず一つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず一つ目は、プラスチック、使い捨てプラスチックゴミの話ですね。環境省が2030年までの目標です。ね、2030。目標として今問題になってるね、使い捨てプラスチックの排出量のほにゃららパーセント削減、まあ、減らすってことだね、を戦略に盛り込むと発表しました。で、何パーセント削減していくかっていうと、日本は 25% 削減です。この数字を目標として盛り込みましょうと。で、レジ袋がね、今すごく問題になってる。他もね、問題になってますけど、日本はレジ袋をとにかく使うし、とにかく捨てるっていうのが今言われていて、で、日本もレジ袋、早ければホニャララ年までに有料化、まあ、原則有料化なんですけど、で、これが、2020です。オリンピックの年だね。まあ、結構今スーパーとか行くと、まあ、有料なとこありますよね。3円とか5円。イオンとか確か取られると思うんですけど、なってるんですが、これはね、非常にもう、自分は結構、不意にね、予定しないところに行っちゃうと持ってないこともあるんですけど、その専用のカゴ、その店のカゴとかでレジ袋あんま使わないようにはしてるので、ぜひみんなもね、特にコンビニ行った時とかさ、ちょっとの買い物だったら、あ、袋いらないです、みたいな、やるといいっす。はい。ぜひぜひ。本当のまずいんでね、世界的にはすごい問題になってるんで、まあ、そんなとこがあります。ちなみに、レジ袋って、今、まあ、日本使えてますけど、40カ国。世界ね、約40カ国がレジ袋の使用禁止、もしくは製造禁止なの。もう作ることも禁止されてるっていう。そのぐらいの、まあ、時代というか世界的な流れとしてはあるんでね。まあ、日本はまだ緩いんですけど、その部分では。という感じでございます。で、二つ目のニュースが、英検ですね。で、2019年から、もう来年です。来年から英検に、まあ、ライティングとスピーキングっていう、まあ、その部門、問題があるんですけど、その一部で、ほにゃららによる採点が始まると。で、これ何の採点かっていうと、これ自分知らなくてね、新聞読んでてびっくりしたんだけど、人工知能です。つまり AI です。による採点が始まりますと。ね、すごいなと思って。で、一応まあ実験をいろいろ重ねていて、で、人だとさ、人件費がかかるわけですよ。丸付け採点する人のね。その給料払わなきゃいけないし、人件費がかかるっていうところと、あとは、やっぱ丸付けミスが起こる。人がやると。で、それをどんどん人工知能にした方が、人件費かからないし、早いし、正確だしっていう。で、今現段階でどのぐらい正確かっていうと、今の人間並みぐらい。ちょっと上っていう風に書いてる記事もありましたけど、だからまあ人工知能は上になってくるね。どんどん学習するから、人工知能は。まあ、何年か経つと、今のね、今ある仕事の何パーセントかはなくなりますと、人工知能で賄えるからって、AI でね、賄えるからと言われているので、まあその走りじゃないですけどね、そんなのを感じますね。それをすごい感じたんで、まあニュースを取り上げさせてもらいました。で、三つ目ですね。まあこれはすごく有名な。来年ホニャララ月には消費税が上がると。で、まずこっちから行こう。パーセンテージね。これ今何パーセントか。今 8% だからね。この前、誰かに質問したら 5% って言われて、待てって思ったけど。で、8% から、来年 10% に上がります。で、これはまあ、もともとね、計画立てられてて、それがまあ、そのまま行きますよっていう。で、何月かっていうと、来年10月ですね。から、変わっていきますと。まあ、おそらくこれはこのまま実施されるでしょう。きっとね。で、まあ、消費税が上がると、例えば、1000円買えば、80円ね、消費税。80円ところが、ま、100円に上がれば、20円アップだから、まあ、20円か、とかって感じかもしんないけど、積み重なれば、すごい値段になっていくし、出費は増えるからね。で、それがま、100万とか、1000万とか、まあ、家とか車とかの話になってくると、まあ、大きいわけですよ。その消費税のプラスだけでも何万って変わってくるからね。で、そういったことがあったりとかで、まあ、ポイント還元、消費が落ちるからさ、10% なってすぐはきっとみんな買い物したくないから、その前に買うから、8% でいろいろ。買って、ここで消費が増えるの。9月とか8月とか前にね。で、10月になると消費が下がるんで、でそこが、まあ、どうにかできないかってことで、例えばポイント還元にしたりとか、軽減税率をね、変えてみたり、下げて、8% までやったりとか、
っていうのはあるんですけど、まあ、いろんな対策を打ちながら、滑らかに 10% に変えていこうっていうのが政府の方針です。今のね。ね、次、だいたい時事問題とってると毎回トランプさん出てくる気がするけどね。よく出てくるね。アメリカのトランプ大統領が旧ソ連、つまり今のロシアです。ごめん。条約を結んだ時は旧ソ連ですね。と、結んでいたホニャララ条約を破棄すると。やめますよ、という方針を発表しました。で、これがですね、ちょっと長いんですけど、アルファベット使うと楽なんだけどね。ちょっとお待ちください。中距離、核、戦力か。あ、危ね、間違った。核、戦力。で、この中距離核戦力っていうのを、略すと、INF ね。だからこっち使ってもいいんですが、ちょっと漢字の方で一回書きます。全廃条約。ここの漢字がちょっと嫌だ。中距離核戦力全廃条約です。省略した場合は INF 全廃条約と、ごめん、条約と言います。なんか INF がね、綴り書かないですけど、Intermediate Range Nuclear Forces っていう感じ。核戦力、中距離核戦力って、まあ、その省略なんですけど、INF ね。これを破棄しますと。で、なんでかっていうと、まあ、トランプさんの言い分としては、ロシア作ってんじゃん、みたいな。破ってんじゃん、先にこれを。っていうのが言い分。で、あとは中国とかも作ってるんで、他も作ってるからさ、みたいな。うち作んないとかやってもしょうがなくないっていう感じで全部、これをもうやんないと。どん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 作っていきますよ、みたいな感じなの。流れとしては。で、これによって、まあ、世界的にその戦力をどんどん、もっともっと強い武器というか、いうのを作っていこうぜっていう流れができてしまうんではないかっていう、まあ、懸念をされてる感じですね、今は。で、ラストです。これは琉球王、あ、ごめんなさい、これちょっとこれ直していいですか？申し訳ない。琉球王国って書いてあったね。これ赤にしようか。失礼しました。ごめんなさい。琉球王家ですね。琉球王家の、陵墓。つまりお墓です。お墓のホニャララっていうのが国宝指定されましたと。で、これね、ちょっと漢字書きます、先に。漢字だったら覚えやすい。玉にその陵墓の陵ですね。で、漢字だったら覚えやすいって言った理由はですね、読み方が自信がないんです、これ。まあ、綴りが振ってあったんですけど、そのまま読むと、あ、これ書いた方がいいな。たまう、どゥン。たまうどゥンっていうのかな。多分、地元というか、ちゃんとした読み方はイントネーションが違うと思うんですけど、と読むそうです。たまうどゥン。なんか違う気がするけどね。そう。で、これが国宝に指定されたと。で、これがですね、まあ、沖縄なんですよ。琉球なんでね。で、沖縄の戦後、だから第二次世界大戦、1945年以降では初めてなんですよね。県内の建造物としては。もともと首里城っていう、その正殿ね、首里城の正殿国宝だったんですけど、戦争で焼け落ちちゃったんで、焼失しちゃったんでね。だからその戦後としては初の、その沖縄に、そう、文化財保護法で、国宝指定されたという、まあ、ニュースでございました。で、メインとなるのはこの5つです。5つなんですが、こっからちょっと長い。あ、よかったらお付き合いください。いろいろ喋りますね。今回問題にはしてないんですが、まずですね、将棋。で、名前、ちょっと名前からでいい？まあ、藤井聡太、今7段か。藤井7段ですね。もう前にもニュース出しましたけど、藤井7段が新人王になりました。そう、これはね、最年少なんですよ。最年少新人王を更新したので、まあ今回ね、問題にはしてないんですが、よかったら。まあ先生が何出すかわかんないからね。新人王になりましたと。で、次はですね、問題出されることはないです、きっと、次のニュース。でも、ぜひ覚えておいてほしいのが、学校の先生の労働環境、働く環境の話なんですけど、ちょっと長くなってごめんね、ほんまにね。話なんですが、平均で、1週間の平均の働く時間が60時間を超えましたと。確か、公立の先生の1000人ぐらいにアンケート取って、これ1週間ね、で60時間。で、これ何がまずいかって、この60時間って政府が発表してる過労死のラインなんですよ。過労死。働きすぎて死んでしまうライン。それを超えてると。で、まあ、自分もね、もともと教育学部出身なんで、周りが教育、先生やってるね、まあ、指令が多いんですけど、
聞くところによると本当にこんな感じ。うん。仕事がとにかく多くて終わらないっていう。で、その新聞にもね、書いてあったんですけど、そりゃさ、これは問題になるわけよ。だから、上司は、上の人ね、上の立場の人間は、早く帰れって言うわけ。早く帰れって言うと、言われると。言われるけど、じゃあ仕事の量減らしてくれよって思ってしまうみたいな、そんな現状。だから、やっぱ先生の労働環境っていうのは、本当に改善していかないと、いけないなって、まあ、常々思ってますけどね、自分もね。そう。っていうのをどうしてもね、まあ、学生の方が、学生のみんなが見てくれてるチャンネルなので、どうしても言っておきたかった。もういなくて、時事問題で出ることはないんですけど、よかったら頭の片隅に置いといてください。先生大変だよっていうのを、大変なんだからどうこうしてってわけじゃないんだけどね。こういう事情があると。実際にね。で、次がですね、これちょっと問題出さばすごい迷ったんですけど、また入試のね、不祥事ですわ。昭和、大学だね。昭和大学の医学部です。まあ、前にありましたね。女の子の得点を下げてる。そういう不正が行われてたと。で、この昭和大学何やってたかっていうと、大学受験の時に現役生、つまり高3の子ね。高3で受けた子と一浪してる子。だから一回ちょっと受かんなくて、もう一回受けてる子。次の年にね。まあだから、年的には一個上か。その、現役生と一浪生。この二つの学年のとこに、プラス加点してたの。得点をプラスしてた。受かりやすくしてた。現役と一浪に。っていうのをしてたのね。それプラス、まあ、こっちも問題なんだけど、もう一個は、この昭和大の卒業生、親が卒業生の子供を優先的に合格してましたよっていう。もう、アホかっていうね。はい。っていうのをやってましたっていうのが書いてあった。で、あとは、これね、まあ、すっごい取り上げられてたんで、まあ、時事問題出される可能性もあるんだけど、自分だったら出さないかなと思って、こっちにしちゃったんだけど、安田純平さんですね。これ、シニアに拘束されてた方、解放されましたよね。まあ、いろいろちょっと、あだこだ言われてますけど、今、ね。いろんな、何が事実か分かんないからさ、実際。まあ、自分もどうかは言わないですけど。まあ、解放されて、日本に帰ってきましたよっていうニュースがありました。で、ラストです。ラストはこれはもう俺の好みです。覚えてほしいっていう。まあ、覚えてほしいっていうか、すごいんだよっていう紹介です。本当にすごいんだけどね。まあ、3でいいか。選手なんだけどね。渡辺雄太選手です。ぜひ名前覚えておいてください。この方ですね、NBA、アメリカのね、バスケットリーグですよ。NBA に、デビューしました。日本人2人目です。これはね、バスケやってる方ならほんとわかると思うんですけど、すごいことなんです。日本人が NBA に出るっていうのは。もともと田臥選手っていう方が、初めて日本人初デビューして、自分もろ世代なんで、そっち田臥選手のね。そう、で、ついに2人目がデビューしました。これからね、ますます活躍されると思いますので、ぜひ名前の方覚えておいてくださいっていう、最後は自分の好みだったんですけど、でもまあバスケ好きな先生とかだったらね、本当に取り上げ、すごい取り上げられてたんで、出す可能性あるんでよかったら覚えておいてください。では、ちょっとね、長くなっちゃったんですが、今回は10月後半の時事問題やらせていただきました。じゃあ今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。